この間はごめんね。いや、私こそごめん。気迫のこもった表情で演技に打ち込む練習生。子どもたちを指導するのは映画監督や演出家として活躍する大分市出身の平川雄一郎さんです。平川さんは TBS ドラマルーキーズやジンなど数々の話題作を手掛け、今月25日には地元で初めてのワークショップを開きました。よーい、はい、楽しい、2、楽しい、8、楽しい、9、楽しい、10、楽しい、おい、もうみんな、いいんじゃないの、うまいですよ、うん、この日は18歳以下の9人が参加。喜怒哀楽の感情を表現する練習や、2人1組に分かれて立ち稽古に取り組みました。偶然やな、本当に。俺は俺なりに、ハルミに元気になって。そんなの余計なお世話じゃん。あ、そう、分かったよ。もうハルミの心配なんかしないで。はい、だ結構できて、ここらにも来るやつもあります。だいぶね、見てない。あ、相手の気持ちを受け取れば自分の気持ちがもっと動く。平川さんはシチュエーションや人物の設定を細かく決めて演技をしてほしいと伝えます。いろいろ勉強になったし、すごく楽しかったです。自分の感情を出すのを、出し方があんまりよくわからなかったので、そこが難しかったです。大分からまた有名な俳優さん、女優さんが出てきたら楽しいんじゃないかなとは思います。自分が持ってる可能性がものすごく大きいものを持っているんだっていうことを感じてもらえたら幸せかなと思ってますけどね。練習を通じて新たな自分に出会った練習生。1週間後に行われる2回目のワークショップで成果を発表します。